アクティビストっていう言葉をどう定義したらいいんですかね。どういう存在なんだと。ストレートに株主としての意見を経営者に伝える株主です。アクティビストってなんか日本においてなんでこんな怖いというか嫌われるような存在になっちゃったんですか。最初はそうだったかもしれませんが、でアメリカではやっぱり経営者さんには好かれてないと思いますよ、アクティビストは、うん、でも多くの投資家が味方につくもんですから、経営者さんがまあこれ飲んじゃった方がいいなと言って、動いてしまうケースもあるわけですよね。で日本の場合まだそうだそうだって言ってくれる人がこれから増えると期待しますが、うん、今のところはまだ多くないので、まあ、経営者さんからは嫌われたままっていう感じですかね今のところ、はい、まだそういうアクティビストであるとか、うん、そういった株主の利害というかそういうのを打ち出すっていうことを、うん、まあ、日本の社会が、うん、経営者側も国民側もみんながまだそこに慣れてなかったというのが大きいんですかね、うん、そう思います。はい、皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回のピボットトークはアクティビストのリアルをテーマにお話を伺います。ゲストにお迎えしたのはストラテジックキャピタル代表の丸木剛さんです。丸木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、丸木さんはもともと村上ファンドの創業者の一人でもあられて、で今回この新著で物言う株主の株式市場言論という本を出されて私も読ませていただいたんですけど、今なんでこの物言う株主と言いますか、アクティビストの方って、あんまり表で語らない方かなと思ってたんですけど、はい、今回あえてこういう本も出されたっていうのは、どういう意図があったんでしょうか。まあ、もともとは出版社から。出版社が声がかかったから書いたからなんですが、はい、我々の場合、弊社の場合は、あまり情報を隠すことなくね、はい、ホームページもそういう作りにしてるんですけども、うん、投資してる企業、についてもですね、その問題点も含めて、うん、何をやってるか、投資家さんだけじゃなくて、はい、一般の方に分かってもらえるように普段から情報発信はしてますので、うん、それはまあ書くことは普段からやってることの延長線上で抵抗なく、うん、させていただいたということですね。はい、分かりました。なのでアクティビストについてもちょっと誤解がないようにどんどん発信していきたいっていうふうにも思われてるんですかね。そうですね、まあ、他の会社さんがどうやってるかまではね、うん、私がつまびらかに分かりませんが、自分のことについては非常に真剣にやってるんだということを分かっていただきたいと、はい、やはり批判的にお考えになる方も多いので、うん、より透明度を高めた情報発信が大事じゃないかなと思っています。はい、分かりました。じゃあ今回はですね、パート1ではアクティビストのリアルということを伺って、パート2では、まあ、アクティビストと日本企業の関係みたいなものは今後どう変わっていくのかですね、はい、ちょっと未来展望も含めて伺っていきたいと思います。はい、まず最初にリアルってとこなんですけども、今アクティビストっていう言葉がいろんなニュースなんかでも見ることが増えてますけど、うん、なんでアクティビストっていうのはこの注目度が今上がってるんでしょうかね。自称アクティビストっていうですね、投資運用会社、はい、株式、株主、はい、割と少なかったんですけど、最近増えてきた。で、日本にベースがある人ってあんま多くないんですが、はい、海外のアクティビストが日本株により注目するようになってきたということもあると思います。うん、まあ、海外の名前聞くことが多いですね。サードポイントであるとか。はい。はいはい、日経もあるんですか、ある程度。日経で日本人の方がやっておられても、うん、日本にベースがあるっていう会社はあんまり多くないんじゃないかなと思いますね。やっぱりシンガポールとか、まあ、香港とかを拠点にされている方が多いんじゃないでしょうか。はあ、なんで日本のってあんまりないんですか、今まで。やっぱり居づらいんですよね。居づらいですか。普通の運用会社だとシンガポールとか香港とか税金が安いとか、はい、そういうメリットもあるわけですが、でもアクティビスト以外の運用会社だと日本ベースでやってる方も結構いらっしゃるわけですね。うん、でも日本ベースでやってるとだいぶ変わってきましたが、やっぱりアクティビストは嫌われがちなので、うん、まあ銀行とか証券会社の口座も開設しにくいですし、はい、私ども、うん、まあできてるから一部ではできてるので問題ないんですけど、拒否されるところあるわけです。未だに去年でもですね、アクティビストだから口座開きませんって面と向かって言われて断られるところあるわけですね、はい、大手でもね、うん、まあそういうことがあったり、今はなくなりましたが、昔は子供が学校でいじめられたりとかね、いう時代もあったわけですね、はい、やっぱり日本にいると居づらいし、面と向かってまあ経営者さんに言われたら嫌なことを面と向かって言うわけですから、うん、まあ普段身の安全を考えると日本にいない方がいいかなと、はあ、まあ以前は思ったこともありましたね、うん、はい。そういう意味でもアクティビストっていう言葉をどう定義したらいいんですかね。どういう存在なんだと。私の定義はね、はい、だからストレートに株主としての意見を経営者に伝える株主です。
だ人によっては、株主提案をする人っていうふうに定義する人がいるんですけども、株主提案をしているだけじゃなくて、うん、日々の対話でもですね、経営者さんにお会いして、ストレートにあなたこういうところが悪いからこういうふうに直してほしいとか、嫌がられるようなことをですね、でもストレートにお伝えするということですね。はあ。はい。アクティビストってなんか日本においてなんでこんな怖いというか嫌われるような存在になっちゃったんですか、うん、どこの国でも同じなんですかね、嫌われ者って。最初はそうだったかもしれませんが、アメリカなんかだと今や、で、アメリカではやっぱり経営者さんには好かれてないと思いますよ、アクティビストは。うん、でも多くの投資家が味方につくもんですから、はい。例えば 1% しか持ってない株主でもなんかアクティビストがなんか言うとですね、他の株主もそうだそうだと、はい、いうことがもう、なんていうんですか、想定できてしまうので。応援団もいるわけですね。はい、あ、もうそうだそうだって言われる前に経営者さんがまあこれ飲んじゃった方がいいなと言って、動いてしまうケースもあるわけですよね。で、日本の場合はまだそうだそうだって言ってくれる人がこれから増えると期待しますが、今のところはまだ多くないので、まあ経営者さんからは嫌われたままっていう感じですかね、今のところ。はい。応援団がいないのはやっぱ持ち合い株とかが多かったり、はい、そういう本当株主としての利害で動いてる人が少なかったからですか？持ち合い株もだいぶ減ってきたと言われてますけども、まだ結構多いですね。それから、日本の機関投資家さんっていうのはですね、多くが保険会社、銀行、証券会社の、まあ、子会社、関係会社ですから、はい、やはり親会社の金融機関が上場企業とはお付き合いがあるので、うん、上場企業の経営者にこう、はっきり物を言ったり、時として敵対的になるような株主の見方をするということについて、うん、今までは遠慮があったんだと思います。うん、はい、そこの遠慮ちょっとはなくなってきたんですか？少しずつなくなってきたと思います。はい、例えば、大手の政府が、株主で、その子会社のアセットマネジメント会社も株主であるときに、議決権行使が分かれることって時々あるんです。はい。はい。親会社の方は経営者側につくけども、子会社の方は、例えば社長の責任に反対してたりすると、いうような議決権行使も最近時々見られるようになりましたので、だんだん増えてくる可能性はあるかなと思います。そういう意味で、潮目が変わってきたってところですね。まあ少しずつ。少しずつってことですね。はい、その意味でも、ちょっと丸木さんの経歴も含めて振り返りたいんですけど、はい、まあ元々野村証券で、いろんな資金調達案件などの引き受けをされて、はい、なんでこの世界に入られようと思ったんですか？最初は、まあ私は、上場企業の資金調達をお手伝いする部署長かったんですけど、はい、産業資金の調達のお手伝いをしてるんだという自負を持ってやって、まあバブルの期間中もそうやってやってたんですが、1990年代に入ってですね、そういう上場企業さんの例えば株式なんかを引き受ける、発行してもらうと、うん、もう発行済み株式数が増えるわけですが、そうすると株価が下がるんですね、急落すると。最初は意味が分かんなかったんです。バブルの時はそういうことをやると株が上がってたんですね。で、逆の現象が起きて、それが、いわゆる希薄化であると、株主の持ち分が薄まって、一株当たりの価値が下がる。だから株が売られるんであるという、まあ理屈で言うとそういうことだということが分かってきてですね、仕事をするたんびにですね、株価が下がると。で、経営者は下がっちゃったなってぐらいで済むんですけども、持ってる株主は、まあ何もしてないのにね、うん、何も悪いことしてないのに自分の財産の価値が下がっちゃったということですよね。これ大変なことを僕はやっちゃってるんじゃないかという気持ちになったりして、で、これは僕は良くないことをやってるのかなと思ったり、で、株主のためにならないことをやってるのかな、で、株主のためになることと何があるんだろうかというようなことを考えたり、で、当時アメリカでは KKR なんかが非常に、まあ、流星を極める、始めた頃でね、買収をするファンドなんかたくさん出てきた頃なんですけども、そういう情報、本を読み漁ったりしてですね、日本の企業いろいろ問題があるなと、株主も問題があるけれども、証券会社の社員としてはこれを変えるってなかなか難しいなと。で、これは株主になった方が変えられるんじゃないかと。うん、ということで、まあ、中学高校の同級生だった村上さんと、たまたま私、通産省に出向したら会ってしまった。再会してしまったんで。で、そこで、まあ、そういう話が盛り上がってですね、99年にお互い元の職場を離れて、運用会社を始めたんですね。勇気ありますね。なんか村上さんはやりそうですけど、丸木さん、野村証券のね、エリートサラリーマンだったから。まあ、そんなエリートでもないです。はい。ああ、けど勇気いりましたよね、当時は。どうです。まあ、でもずっとやりたいと30代
過ぎてから思っていて、辞めたのは40ちょうどなので、うん、まあやっぱり最後の決断するまでの時間はかかってたかもしれないですね。はい。ちょっと話が膨らむんですけど、当時を振り返ってみて、結局、なんか村上ファンドとは何だったのかと、うん、結局早すぎたからああいう風になっちゃったのか、うん、どう振り返ってらっしゃいます今の時点から。早すぎたっていう面はあると思うんですね。うん、今だと割と理解されて、うん、はい、アクティビストも正しいことを言ってるんじゃないのっていうふうに言ってくださる方も増えてきましたが、うん、あの頃はそういう方が少なかったと、そういう意味では早すぎたっていうのがあると思いますね。うん、今私はすごくレピュテーションっていうのを気をつけてやいるんですけども、真面目にやってるよなとか、真剣にやってるよなって思われたいので、うん、そのためにどうやったらいいかと。もちろん事実そうやってるんですけれども、あの当時は俺たち正しいことやってんだから、どんどん行けばいいじゃないかと、うん。またはこの悪い経営者をやっつけようぜっていう気持ちでやってたのが、うん、やはり敵を増やしてしまったっていうことだったのではないかと思いますね。はい、もしあの時代にタイムスリップできるとしたらどうされます？うん、もうちょっと柔らかくやられます？そうですね。まあ、同じことをやるのでも、打ち出し方とか話の仕方でもだいぶ違うと思うし、結果はどう、同じような結果になるかもしれませんね。ああ、うん。まだそういうアクティビストであるとか、うん、そういった株主の利害というか、そういうのを打ち出すっていうことを、うん、まあ、日本の社会が、うん、経営者側も国民側も、みんながまだそこに慣れてなかったっていうのが大きいんですかね。うん、そう思います。はい。子供が学校でいじめられるっていうのは、同級生のお子さんの親御さんが、アクティビストの悪口を言うわけだから。だから一般の人ですよ、だからね。はい、その方々の理解がまだ十分ではなかった時代だったのかなと思いますし、一般紙では変更して書かれましたね。短期的利益を追求する奴らだという前提で書かれるわけだし、うんうん、それが僕最近だいぶメディアの書かれ方が変わってきたとは思いますけれども。あ、当時ハゲタカっていうドラマも流行りましたけど、はいはい、いわゆるハゲタカファンドとはちょっとタイプは違うと思うんですけど、はい、一緒みたいに見られたんですかね。見られましたね。ハゲタカっていうのは買収をするファンドなので、はい、まあほとんど発行済み株式の過半数を買いに行くファンドじゃないですか。はい、アクティビストファンドっていうのはまあせいぜい 5% とか 10% とかね、うん、当時だとどうですかね、せいぜい10何%とかね、うん、発行済みのですね、ぐらいしか買わないわけですから、はい、全然ハゲタカじゃないんですけど、うん、はい、やっぱリップルウッドとかあの時代のやっぱハゲタカファンドの印象は大きかったですね。はい、そうですね、そこに対する日本人の一般的な抵抗感もあったかもしれないですね。ああ、うん、そこは明確に違うってことですね。はい、もちろんそのうちアクティビストというのはある程度の株式を持ってそこの要求をしていく、はい、そしてまあか経営者の交代なんかは要求したりしますよね。することもありますね。はい。けど自分たちが自ら経営したりであるとか、そういうことはしないわけですもんね。はい、しないですね。はい。そこが大きい違いですよね。そうですね。我々だけではなかなか、その決定権は握れない。50% 以上の株を持ってるわけじゃないので。はい。そのハゲタカさんなり、その普通のバイアウトのファンドは、自分たちだけでもう決定権が持てる、過半数または3分の2以上の株、発行済み株式数を持って臨むわけですから、うん、はい、そこは大きく違うと思います。そうですよね。はい、ちょっとなんかイメージを湧きやすいように、ちょっと具体例を聞きたい、お聞きしたいんですけど、はい、今例えば大同という、はい、アパレルの会社、はい、ブルックスブラザーズとか、はい、そういうのアパレル扱っているところ、はい、あそこも3割以上持たれてますよね、はいはい。あれはどういう要求をされてるんですか？あそこは我々にとってはとても異例で、3割以上買うなんて初めて。あ、やっぱそうなんですね。はい、今まで最高で17、18% しか買ったことなかったんですけど、はい、ただあそこはいろいろ株主としてこうしてほしい、ああしてほしいと申し上げてきたんですけども、なかなか変わってくださらなくて、でこれでちょっと変わってもらうのは難しいなと、うん、で去年の年末以降ですね、もっと持ち株比率を高めて株主価値を向上してもらえそうな経営者に変わってもらうべく、はい、議決比率を高めようと思って、はい、30% まで高めてですね、で今提案しているのは、取締役候補を今6名提案しています。で、1人は、常勤の取締役として、元ブルックスブラザーズの取締役、ジャパンの取締役だった方ですね。で、あと5名は非常勤取締役で、例えば、オンワード柏山の社長をやられてた、オンワードホールディングの業績が最近、一昨年から戻ってきたわけですけども、うん、その立役者のお一人である方ですとか、あそこは不動産もたくさん持っているので、不動産の専門家
の方とかですね、まあ、そういう方々を6名提案していますね。はい、あの会社は10期連続営業損失でしたっけ、はい、ずっと赤字ですよね、はい。こういうのってなんで放置されちゃうんですか、まあ、株主が許していたからですね。ああ、はい、なんで許されてたんですか、なんででしょうね。うるさい株主がいなかったのかな。ああ、うん、そういう会社って結構ゴロゴロあるんですか、まあ、10期連続赤字って極端ですけども、いわゆる今、ROE が 5% ないと、社長の選任に反対するっていう、はい、ISS っていうね、議決権行使の助言会社があるんですけど、うん、そういう基準でやってるわけですね。ということは、ROE 5% なかったら社長クビだよって言われてるようなもんじゃないですか。はい、でも ROE が 5% どころか、もっと低くてもずっと低い ROE でも、うん、経営者交代が起きていない会社、うんうん、この辺はやっぱたくさんあるというのは現実ですよね。うんうん、それは本当は有事であるはずなんですよね。はい、おかしいと。8% 以上なきゃダメだよっていうふうに ROE は。うん、あれいつでしたっけ ?2013 年頃だった、はい。伊藤レポートって出たんですね。でアメリカだと ROE 平均で 16% あるよっていう、うん、っていう状況でね。日本でも平均だと今 8% 超えてきてるんじゃないかと思いますが、うん、そんな中ですごく低い利益率、資本効率の低い会社がずっと残っていると、うん。で、それを許しているのはやっぱり株主かもしれないし、うん、または社外取締役も、もうそういう経営者、よく社長をクビにできるのは社外取締役だけだとか、いう話聞いたこと、はい、ありますね。ありますね。はい、だから社外取締役さんも今複数必ずいるっていう状況になっているんですけども、うん、多くの上場企業の社外取締役さんが、本当は社長をこう変わった方がいいんじゃないかと、そういう議論しませんかと言ってもらうべきところをしていないのかもしれないと思いますね。うんうん、まだちょっとお友達感覚があるような企業も多いんですよね。多いです。ああ、そういうことですね、うん。こういうのってこの提案した後にシナリオとしてはどういうのが有力なんですか？それを受け入れないじゃないですか、多分、現経営陣は。はい、まずはっきりして。わかんないですけど。多分そうかもしれません。はい、その可能性高そうですよね、はい、そういう場合どうなるんですか？さらさらに無視されて終わるんですか？いや、でもこれは株主提案として出していて、はい、大同リミテッドについては、我々 32% の議決権を持っているから、はい、株主総会で決着をつけると、はい、いうことになって、まあ、32持ってるので、ひょっとしたら賛成の人が多少でも、我々に賛成してくれる方がいらっしゃれば、うん、我々の提案が通る可能性も結構あると思っています。うん、はい、そういうことですよね、はい。そういうふうに今回大同に出資されてますけど、はい、他もいろいろ出資されてますが、はい、どういうふうにこの狙いを定めるんですか？今、我々は、はい、主に、時価総額はそんなに大きくないところ、はい、我々の運用資産そのものが大きくないので、例えば、時価総額1兆円の会社、うん、1% 買って株主として言いに行くのちょっと、ま、なかなか声が小さくて、やっぱり 5% ぐらい買いたいなと。うん、500億いると、はい。それはなかなか我々の体力では難しいので、うん、時価総額がそうですね、数百億から1000億超えたぐらいの会社を投資してですね、アセット、資産を持ちすぎの会社、うん、または、取締役の選び方なり、まあ、報酬の決め方なんかを見ますが、いわゆるコーポレートガバナンスの改善点が多い会社。うん、もっと平たく言うと良くない会社。はい、はい、良くない会社に投資をして、いろいろ改善点が多いので、うん、ある程度改善してもらえると、株価も上がってですね、投資家としてリターンが得られる可能性があるんじゃないかと。うん、そういうふうに考えて投資します、はい。そうですね。そういう意味じゃ赤字の会社だけ狙うわけじゃなく、黒字なんだけど、はい、そのお金を、はい全くうまく使えてないところなんかも狙い目になるってことなんですね。はい、だから赤字の会社は本当はあんまり買いたくないですね。事業は安定してる方が好きです。はい。はい。それより資産を有効活用できてないところの方が。そうですね。ああ、はい、狙い目なんですね。はい。それで調べてやっぱ面談に行くわけですよね。はい。受けてくれるもんなんですか？やっぱり株主じゃないと会いたくない人種ですよね。経営者から見たら。はい。でも 5% ぐらい株主になっちゃってると、うん、普通は、まあ、会っていただけます。やっぱり大株主ですから、そこは日本の経営者さん、まあ、気真面目な方も多いので、うん、大株主には会わなきゃいけないよなと。これは、まあ、万国共通というか、そういうご理解で、会うことは会っていただけるんですね。うん。うん、その時の、まあ、対応は結構塩対応が多いんですか？ちゃんと、まあ答えてもそれ実行するかどうかまた別ですもんね。まあでも、決算のご説明は必ず聞くわけですね。はい、我々株主ですから、
日本は今四半期決算でね、4回やりますから、うん、そういう決算のお話をお聞きするし、で、お会いすれば、このあなたの会社のこういうところはこういうふうに改善してほしいっていうところは、まあ、必ずいろいろ申し上げますので、うん、まあ、そこで塩対応ってすぐやってくれる方、じゃあその通りすぐしましょうって。それないですよね。なかなか難しいんですけども、もちろん会ってお話を聞いていただく、または、もちろん違う意見でも、意見交換はできるというのは普通だと思います。はい、本の中でも書かれてましたけど、はい、村上ファンド時代とかは結構強い姿勢でやってたというか、はい、それまでのご自分の性格と真逆なことをやるのが辛かったみたいなこと書かれてましたけど、はいはい、結構高圧的になってたんですか？やっぱりね、自分の気持ちを高揚させないと言えなくてね、あなたの会社ここが悪いんですってなかなか面と向かって気が小さくて言えなかったわけですよ。あ、はいはいはい。だから逆に、ちょっと強めに言わないと言えなかったんですね。へぇ、はい、ちょっと私を経営者として見立てて言っていただいてもいいですか？どんな感じだったんですか？いやー、なかなか言いづらい。もう再現したくない。もうそうですね。だからもう、パワーポイントのプレゼンテーションの時に、はい、あなたの会社ここがダメみたいな感じでも、その通りストレートに書いてましたね。ああ。まあ今でもそれに近いことは書いてるんだけども、当時の方が書き方がひどかったと思うし、ああ。で、今同じこと言うのも、要するに、話し方のトーンの違いもあると思うんです。だから私は今このトーンでそのまま、あなただと、この会社の価値を上げられないと思います。一緒に次の人を探しましょうとか、それは面と向かって普通に、こういうトーンで話すことが最近はできるようになったわけですよね。まあ相手はすごく嫌だというのは間違いないと思いますが、同じ内容でもですね、興奮して言うのと、落ち着いているのと違いぐらいなんですけどね。うん。だからそういうところでもまたイメージがついちゃったのかもしれないですね。うん、ちょっと怖い、怖もての人たちだみたいな。そうですね。ああ。それはあったかもしれませんね。ああ、はい。そこは結構反省されて変えたんですね、はい、スタイルを。慣れたらすぐ変わるんですけども、最初慣れないうちは、それこそ精神を高揚させて、会社に入っていって、きつめのことを言わないと言えなかったと。そういう時代があったということですね。海外のアクティビストも様々だと思うんですけど、はい、海外のアクティビストもその経営者に対する姿勢ってすごくきついこと言いまくるんですか？高圧的に。いや、それは人一人乗り切り見たことないですよね。見たことないので、わかりませんが、おっしゃってんじゃないですかね。よくプレゼンテーションなんかも、ウェブサイトで公開しているような会社もありますが、はい、アクティビストによると思います。非常に、きついところもあるし、またはそうでもないところもありますし、はい。やっぱりアクティビストによるんじゃないですか？よるとアメリカでも。はい。そうですね、うん。アクティビストのこのファンドのお金の出し手ってどういう方が多いんですか？弊社の場合は、ほぼほぼ、海外で、はい、ほとんどアメリカ、アメリカの、まあ、プロの投資家ですね。はい。それ機関投資家というか。そうですね。はい。そういう人たちは、まあ、ある程度一定の割合をそういうアクティビストファンドとかにやっぱ投資するんですかね？オルタナティブ投資みたいな感じで。そうですね。アクティビストファンドにいくらって決めてるところもあるかもしれませんが、まず日本株に、いくらか投資するかどうかっていう判断があって、はい、日本株の中でもいろんな投資法があるわけですね、はい。成長株に投資するのかもしれないし、まあ、インデックスかもしれませんし、で、アクティビストも儲かるのかなっていう判断で投資する向きもありますから、はい、我々の投資家で言うと、やっぱり日本株、についてはそれなりに知見がある投資家、はい、経験がある。そうじゃないと初めて日本株に投資するのはいきなりアクティビストファンドではなかなか来ないです。はい。はい。かなり上級編の投資なわけですね。そうですね。だから質問も結構もう、高度な質問が、プロの質問がいっぱい来ますよ、やっぱり。投資するかしないか、いろいろ話、僕も一応投資家とか投資してくださいねっていう勧誘に行くわけですけど。はい。非常に鋭いご質問いっぱいありますね。へえ。はい。どれぐらいのリターンを求められるんですか？投資家からですね。どうだろう。結構高そうですよね。まあ日本株に投資しているので、例えばトピックスはどれぐらい上回ってるかっていうのは見てると思いますね。うん。あ、じゃあそことの。だから我々投資家の多くは、トピックスよりリターンを出したら、ちょっと成功報酬そこからもらえるとか、はい、出さなかったらもらえませんと。はい、もちろんマネジメントフィーといって薄いその運用額の薄いパーセンテージはもらえるんですけど、はい、まあ、成功報酬がもらえるのはトピックスを上回らないともらえないっていう投資家が多いですね。へえ、はい。アクティビストファンドってうまくやれば儲かるんですか？結構。まあそうですね。我々も私の今の会社だと11年やってるんですけど、
相当いいリターンは出しているとは思います。はい。11年ずっと安定して出されてるんですか？いや、それはやっぱりね、年によって違うんです。マイナスだったこともありますし、マイナスでも大きくマイナスだったことはあんまりなくて、はい、で時にはすごくリターンが高い時も時々あるので、うん、まあ、11年の IRR で相当いい方だと思います。あ、はい、でそれから、リスクとリターンっていうのはやっぱり測り方があって、はい、私の場合は、リスクが低めなんですよね。うん、その割にリターンが高いっていう、そういう評価が得られてるんじゃないかと思います。はい、確かにダメな会社に投資するとなると、もうすでに結構底値なんで、はい、それよりかなり下がるともうあんまりないわけですね。はい、まあそうですね。いわゆる変動幅が少なめで、はい、まあ、それでもトピックスよりちょっと勝ってるっていうことですかね。ああ、はい、わかりました。これ、アクティビストファンドも今日本にいっぱい入ってきてますし、まあ、例えば、まあ、KKR とか、ああいうところも、まあ、日本をもう最重要なんか投資戦略でしてますけど、はい、今なんでなんですか？そんなに海外のところが、こんなに日本に注目してるのって。特に去年の春にですね、はい、東京証券取引所が上場企業、すべての上場企業に対して、資本コストと株価を意識した経営をしろという通知を出しましたね。はい。で、それを受けて結構ビビッドに反応した会社も多くて、どうやったら、じゃあ、PBR1 倍割れ、解散価値より低い株価がついているのをどうやって改善していくかということを、改善しようという方策を決めて公表した会社が出てきて、うん、日本は変わるんじゃないかと、いうふうに期待している海外の投資家さんが今いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そしたら、まあ一般的な投資家が日本の投資を増やしたのと似た構図なわけですね。特にアクティビストとか、そういったところにとっても美味しいっていうのはあるんですか？その中で、まあ、またアクティビストもいいかなっていう方もいらっしゃるわけですけども、まあ、一般的に日本株がいいんじゃないかっていうのと、はい、アクティビストとしては僕はちょっとまた違うと思っているので、はい、ただ投資家さんがどう思ってるかっていうと、日本株はこれからいいんじゃないかと、日本はずっと低迷してたけれども、これから変わる可能性があるんじゃないか。うん、それから、まあ、去年から言われてますが、中国に投資しにくくなってきたので、うん、アジアに投資するんだったら、じゃあどこに投資するのかということで、日本を選んでるという側面も去年以降はあると思いますね。うんうんうん、そういった中で、アクティビストファンドの方ってどういう仕事を毎日されてるんですか？日常的に。まあ、そうすると企業を探したりとか分析したり、うんうん、実際に面談してたり、うん、あと、まあ、新しい取締役の方を選んできたりとか、うん、日常って、丸木さんの日常ってどんな感じなんですか？私の日常はですね、はい、朝まあ7時半ぐらいに会社行って、はい、基本的にはまあメールを見るのと、情報収集を私はします。はい、で、いろんなメディア、もうたくさんも、今もネットも含めてね、たくさんの情報が溢れてるじゃないですか。はい、そこから適当なのを選んで、1、2時間僕、それを見るっていうのを毎日やってますね、はいで。もちろん社内ではそれをまた調べてくれるアナリストがいて、それをまとめてくれる人もいるんですが、うん、でそれをやって、で投資先を選ぶっていうことはですね、私どもの場合は集中投資なので、うん投資してる会社は10社前後しかない。今でも12、3社しかないんです。で、毎年全部売れていくわけじゃないから、はい、まあ、せいぜい3分の1ぐらい売れたらいい感じかな。平均3年ぐらい持ってるとして。はい、ということは、新しい投資先の会社を毎日探す必要はないわけですよね。はい。はい、ただ一応毎月1回以上は新しい投資先の候補を探す会議みたいなのをやって、うん、まあ、毎回2回ぐらいやって、まあ、勉強をずっと続けていって、投資できることになったら、じゃあ次これに投資しようって、その候補の中から決められるような状態に常にしておくということはしますが、うん、それに使う時間はそんなに多くないかもしれないですね。はい、ただ、我々一つの投資先に、少なくとも7、8回、多ければ10回以上面談をしますので、年間。はい、で、10社あると、年間100回ぐらいするわけですから、はい、そうすると、2.5 日に1回ぐらい面談するわけですから、面談するとなると、やっぱりその準備が必要ですね。何を話すのかと、どういうことをお聞きするかと。その準備の時間も、例えば担当のアナリストが、こういう質問をしたいとか、こういうことを言いませんか。っていうと、他の我々、あと、まあ4人ぐらいでやってるんですけど、それ見ていろいろ意見を言ったりして、その準備をする。で、一社ずつ、一回ずつしていくわけですから、はい、多少時間がかかりますね。それで、あと、実際に面談していろんな話をする。うんうん、っていうことを。
ですかね。あ、はい、そこで、相手の経営者の方に言うメッセージっていうのは、はい、本の中でも持ちは持ちやなので、事業のことはそこまで深くやらないと書いてましたけど、はい、どういうことをアドバイスされるんですか？コーポレートガバナンスの改善なので、だから、まず、会社にもよりますけれどもね、取締役の選び方も言うし、社外取締役さんとも必ず私の面談をして、社外取締役っていうのはどうあるべきかと思いますかって聞いた上で、うん、我々はこうあってほしいと思いますと、いうことをお伝えするとかですね。うん、それから、キャピタルアロケーションポリシーって言いますけど、要するに資産を持ちすぎ、キャッシュを持ちすぎなので、うん、それをどう使ってくださいと。で、事業にもちろん投資して、ROE 8% 以上、ロイックが何パー以上になる投資があればそれに投資してほしいんですけども、うん、使えないんだったらそれ返してくださいと株主に。で、そうですね、会社によりますか、我々の投資先で たまに自己資本比率が 70% 超えちゃってるとかね、いう会社もあるんですけど、これやっぱり下げないとちょっとややこしい話になりますけども、資本コストが高くなっちゃうので、で有利子負債を使わない、借金しないのが美徳だっていう会社が結構まだ残ってて、日本にはね、うん、その経営者さんの発想を変えてもらわなきゃいけないので、うん、そういう話もします。はい。だから有利子負債はゼロがいいわけじゃないですよと、うん、適切な有利子負債を使う、適切な自己資本比率を下げる方が株価が高くなるんですよと、うん、そういう説明も、そういう説明資料を作って、その説明だけしに行くとか、そういうために面談をするとか、いうことも結構ありますね。言い方悪いですけど、ちょっと出来の悪い経営者にコーチングしていくみたいな感じなんですか？ちょっと優しすぎますよね。まあ、ご説明ですね。ああ、うん。勉強です。勉強会みたいな感じですね。あ、勉強会みたいな感じですね。うん、はあ、うん。そこはこわもて、こわもてな勉強会じゃないんですよね。それは説明しなきゃいけない。説明しなきゃいけない。そうですよね。うん、それはちょっとイメージ偏ってるとです、はい、あ、はい、そこの面談で説明することがかなりの時間を取られるってことですね。説明したり、まあ、もちろん、こうしてほしいって意見を言ったりね。いや、そんなこと、例えば、政策保有株式売ってほしいっても、いや、こういう理由で売れないんだとか言うから、いや、その理由はおかしいでしょ。そういうやり取りをすることももちろん、そういう、まあ、意見交換というか、議論することももちろんあります。ああ、わ、はい、かりました。うん、まあ、今回今日こうやってメディアに出ていただいてますけど、はい、その仲間を増やすための活動とかもやるんですか？他のやっぱ株主の人たちにも同意してもらいたいとか、いろいろあるじゃないですか。まあ、今、そこまでうちは積極的にやってないです。はい、例えば、同じように、本当に、共同で動いてほしいと、うん、思っても、それは現実のは難しいのでね。我々、例えば 5% 以上持ったら大量保有報告書を出しますが、うん、一緒に議決権行使をやってくださる投資家がいれば、共同保有にしたいっていう気持ちはあるんですけど、うん、はい、そういう方はなかなか出てこない。いや、アクティビストとは一緒にできませんよと、あ、はい、いう人が多いので、それは海外の投資家でもそうなので、うん、まあ、我々がやってることを分かってもらう。だからウェブサイトで発信するのもそうだし、株主提案をしたら必ず会社から株主名簿をいただいて、うん、株主さんにこういう、提案してますっていう郵便を出したりとか、はい、そういうことはやりますし、もちろん他の株主さんを回ったり、で説明しに行くこともあるし、うん、まあ、あとはちょっと業者さんに頼んで機関投資家さんを集めてもらって、はい、オンラインでそう説明をできる機会を作ってもらうとか、うん、そういうことをする、まあ今ちょっと検討してるんですけど、それを。ああ、はい。するかもしれませんけどね。ああ、はい。まあ、新ニーサで個人投資家が増えてますけども、はい、今後個人投資家を味方につけるっていうのは大事になってくるんですか？あんまり関係ないんですか？関係あると思いますから、簡単じゃないんです。難しいです。へえ、はい。だから、個人の投資家の議決権行使比率ってあんまり高くないんですよね。5割いかないぐらいじゃないかと思う。平均すると会社によりますけども、はい。まず人数だけやたら多いけど、持ち株比率で言うと少ない。だけど、人数は、件数はすごく多い。はい。100株単位で持ってる人もたくさんいたり、いらっしゃったりするので、うん、その一件ずつ働きかけていくっていうのは、コストと手間を考える、非常に大変なことでね。うん、で、株主提案をして、ここに丸つけてくださいっていうのも、多分若い方だと、多分この番組を見てくださってる方だと、見たらすぐ分かってくださるじゃないかと思いますが、はい、年配の方になればなるほど、あんまそういうことしたこともなかったり、かつて。会社提案と株主提案両方に丸つけちゃったりして、競合する提案の場合ですね、どっちが有効になりますかっていうと、そういう問題が生じたり、だいたい会社側提案に有効されちゃうことが多いんですけどね。うん、まあ、これまた事務的な問題が別途あるんですが、非常に簡単ではなくて、だから、そういう意識の高い個人投資家さんが増えていくと、世の中が変わるかもしれませんね。ああ、はい、わかります。新ニーサ講座開いてるのも一番30代が多いですし、はい、うん、そういう流れは徐々にできてくるのかもしれないですね。うんうん、
それは経営者さんでもそうだと思いますよ。あ、はい、やっぱり50代、60代っていうと、大学生時代に資本コストの授業なんて受けたことがないので、講座がそもそもあり、私も60過ぎてますが、私の時代は大学で資本コストを学べる講座はなかった。でも今は多分どこの、多くの大学であると思います。で、私年に1回今ビジネススクールでお話をさせてもらうんですけど、皆さん分かってます。説明しなくても。はい、この世代の方が経営者になったら変わるかもしれないですよね。まあ20年先ぐらい先かもしれないし、でもそういうビジネススクール出身の人は大企業に行くけど、中堅企業になかなか行かないかもしれないし、まあ、わかりませんが、ちょっとずつ変わるかもしれませんね。はあ、ちょっと今20年後の話ありましたけど、はい、ぜひパート2のアクティビストと日本企業のこれからのところも伺いたいと思うんですけど、いやいやいや、日本の企業経営をもっと良くして、さらに経営者のレベルを上げるために、はい、残された改革、もっとやらなきゃいけない改革ってどういうところですか？経営者の役割、責任はこれなんですよっていうのを理解してもらわなきゃいけなくて、あ、株式会社の目的は、株主の価値の最大化である。で、その株主のエージェントとして取締役になってるんだと。うん、そこの理解に相当抵抗があるみたいなんですよね。俺は株主のために働いてるんじゃねえと。うん、俺は従業員のためにやってるんだと。そこを変えるのはなかなか大変です。ああ、はい。これって日本特有のイデオロギーみたいなもんなんですか？習っていない、教わっていないことじゃないでしょうか。ああ、はい。はい、